じゃあ、今回はですね、この狂犬病の予防接種その後ということでね、お話していこうと思います。さあ、大きくなってワクチンも終わって、まあ、狂犬病もね、そろそろ打とうかなってことで終わりました。で、この後がすごく大事。結構皆さんこれ忘れてる方かなり多いですので、ぜひね、忘れてたらやってほしいです。何かというと、まあ、大きく分けるとですね、年に1回の接種したりだとか、ちゃんと登録してくださいね。まあ、このあたりは、まあ、登録とかも大体病院でする方が多いんで、で、あと接種もね、大体封筒が届くので、まあ、強かな、みたいな、なってくるんですけれども、この3つ目が何ですかっていうと、これです。観察と接種済証、これをちゃんと着用してくださいね。これが結構抜けてること多いんです。で、これ何でつけるかっていうと、まあもう法律で決まっちゃってるっていうのもあるんですけどもね、迷子札の代わりにもなります。誰々さんの、誰々さんちの誰々ちゃんっていうのもここでわかりますのでね、一つ迷子札の代わりにもなりますので、ぜひこれはつけておいてほしいかなと思います。っていう形で、観察と接種準備表もね、ちょっと手元にありましたら、ぜひ首輪とかにつけていただけたらと思います。絶対ね、やってくださいね。藤本でした。